この間の森田くんとのバトルを通じてさらにサイドゼロの評判が広まってるみたいね。私たちのことを応援してくれる生徒もだんだんと増えてるみたい。ええ、あまり表立った形ではありませんが、状況は少しずつ良くなっています。みんな心の中では分かっているんです。このまま力による支配に屈しちゃいけないんだって。そうだね、そう思ってくれる人たちのためにも私たちは負けられないね、みんな。はい、私も気を引き締めていきたいと思います。マリカちゃん大丈夫？なんだか顔色が悪いけど。私、そういえばさっきからずっと携帯を見てるけど、何か緊急の連絡でも？すみません、そのクラスの子がお願いがあるって。そうだね、サイドゼロの活動も大事だけど友達も大切にしないとね。はい、そうします。ちょっと怪しいですね。隠し事の匂いがします。話したくても話せないような悩みを抱えている気がするんです。なんとなくなのですが。それに彼女、最近目の下にクマができてます。確かに気になるよね。次にこんなことがあったら後をつけてみようか。そうですね、仲間ですし何か助けになってあげたいです。それじゃマリカちゃんが次に呼び出された時にこっそりついていっちゃおう。君も一緒にね。あの、またクラスの子が。わかった、気をつけてね、マリカちゃん。はい。行った。行きましたね。それじゃ見失わないうちに追いかけよう。君も準備はいい？あの部屋に入っていきましたね。ここは第02ガンプラブ？静かに足音を立てないように。それにしてもこの設備すごい。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。正直羨ましいです。それなら私たちのチームに入ってはどうかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。どういうことです？どうしてマリカがあなたと一緒にいるんですか？別に驚くようなことではないと思うが、彼女は私と取引をしていたに過ぎない。取引？そう、取引だ。知っているかな？君たちが根城にしている第08物質、あそこは本来取り潰しの予定だったことを。そこでこの私が救いの手を差し伸べたのさ。
我がチームのガンプラを作る限り、あのカビ臭い物質の取り潰しを待ってやろうとね。バトルに勝てない半人前でもビルダーの才能はあったようなのでね、その有効利用というわけだ。それは生徒会の権力を利用したということですね。そうとも言うね。だが何の問題がある？利用できるものは全て利用すべきだ。それこそが強者の特権なのだから。私には権力と金があり、彼女にはビルダーとしての腕があった。妥当な取引だと思うけれどね。そう、それがあなたの考えなんですね。なら私たちの答えは一つです。この学園の自由のために、あなたは私たちサイドゼロが倒します。いいだろう。投資した資金の差こそがそのまま戦力の決定的な違いとなることを教えてやる。グッドタイミング。第ゼロリガンプラブ物質の前を通りかかった私、シャクのリンコは偶然にもサイドゼロとゴールデンコスモスのバトルに居合わせました。これはもう実況するしかありません。片や生徒会派、片や反体制派の両チーム、一体どんなバトルを繰り広げるのか。そんな注目の一戦、それではガンプラバトルレディーゴールデンコスモス、榊シモン、出る。始まりました G キューブ。実況は私、放送部部長、シャクのリンコが行いますよ。
ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエスト失敗だ。私だって見せないするさ。レイヤー5撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。第三勢力の討伐クエストです。複数の敵が相手となるとチームワークが試されますね。このクエストあなたならどう動く。私ならやりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。なんだと。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。クエスト開始ですね。足手まといにならないよう頑張ります。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。さあかかってこい。プレイヤー6撃破されました。
嘘だ。そんなチープなガンプラに私のリッチなガンプラが破れるわけが。何百倍もの金がかかっているというのに。他人に無理やり作らせた機体で何を自慢してるんですか。何？そうだね、榊君がいくらお金を出してもそれを作ったのはマリカちゃん。それを榊君のガンプラって呼ぶのはなんだか愛が感じられないよ。愛？愛だって。君たちの期待にはそれがあると。当然です。自分の癖や好み、戦い方を考えて組み上げたガンプラは私たちの分身です。あなたはどうですか。その機体の癖を、特性をちゃんと把握できていますか。そうか、私は間違っていたのか。彼女の言う通りだ。私は金に明かせて目の前がガンプラが見えなくなっていたのかもしれない。美しくない、これは美しくない。私は、私が許せない。サイドゼロの諸君、次は私自身のガンプラと勝負してもらえるだろうか。もちろん、その時はマリカちゃんが最強のガンプラでお相手するわ。私ですか。マリカなら大丈夫よ。あなたのガンプラの作り方、彼に教えてあげて。はい、頑張ります。そうよ、これがあるべき形なのよ。強いやつが正義なんかじゃない。あの時だってそうだったじゃない。だから今度は私がそれを証明するんだ。いおりちゃん、どうしたの？いきなり。あ、いえ、何でもありません。少し気が焦ってしまったみたいです。本当に大丈夫だから気にしないで。